おはろくたんです。はい、今回ですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かると思うんですけども、大型アップデートでね、新しく追加されたこちら設定から、ベーシックこちら視点チームメイトというね項目あると思うんですけども、これをねつけることでチームメイトのねこう味方の位置が細かくね、まあ、観戦画面のような感じで、まあ、壁越しにでも味方の位置が分かるっていうね設定が新しく追加されたんですけども、こちらをね結構つけてる人多いんじゃないかな。まあ、実況者が、まあ、この視点チームメイトの動画で、まあ、結構つけることをおすすめみたいなしてたんですけども、これね実は騙されないでください。これ絶対につけない方がいいです。まあ、一見ね味方の位置がこう見えるので、まあ、味方の位置分かるからすごいね、やりやすいように感じるかもしれないんですけども、これねあんまりそういう場面ね少ないかもしれないんですけども、まあ、こう壁越しに味方の位置が見えちゃって、プラスなんかこう敵とかを狙う時に味方とこう壁越し、味方のこのシルエットが敵と被っちゃうみたいな時があるんですね。なのでそういう場合もあるので、まあ、味方の位置あると邪魔だよね。であと単純に、まあ、こういうプレイしてて、こう味方の位置がねもうとにかくもうこう映っちゃってもう邪魔でしょうがない。こう試合中に、まあ、味方の位置って全く見るなっていうわけではないんですけども、まず敵に集中 しないと敵って倒せないじゃないですか。もう敵の位置をこう打ってる時とかって敵にもうめちゃくちゃ集中してるわけですよ。でそういう時にねこう近くになんか味方のシルエットがあったらもう邪魔だし、もうなんだろうな、もうめちゃくちゃごちゃごちゃしちゃってるんですよね、やってる時に。まあこれはあくまで自分だけなのかな。いやでも結構ごちゃごちゃしちゃってね、ただでさえ敵に集中してるのにもかかわらず、まあ、味方のシルエットって正直いらないですね。もうそれよりも敵を見つけて敵をね集中して試合をねやりたいっていう人ね多いと思うんで、なんだろう、ちょっと説明難しいんですけども、味方のねこのチームメイト視点は絶対いらないです。なのでねこの味方の、視点チームメイトっていう設定はね外しましょう。これねつけてる人いたらもうすぐ外しましょう。もう俺が言うんだから間違いないです。これは外してもう敵にだけ集中して敵を倒しましょう。まあ、味方の位置なんてねこの右上のマップだったり、見たらね分かると思うんで、すごいやりやすいわ。はい、っていう動画でした。今回のねこちらの動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録、動画の高評価してくれたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしております。ということでバイバーイ。六タン六タンタンタン六タン六タン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 六タン六タンタンタン六タン六タンタンタン、みんなの六タン六タンタン、 SMG の名刺六タンタンタン。